さんと一緒。60年目で初映画化。大人気の人形劇もアニメに。NHK、Eテレの幼児向け番組、お母さんと一緒が、初めて映画化される。1959年、10月に放送が始まり、今年、60年目を迎える、国民的人気番組が、テレビの枠を超えてスクリーンに登場。タイトルは、映画、お母さんと一緒、初めての大冒険。で、9月7日に公開される。歌のお兄さんの花田雄一郎、歌のお姉さんの小野敦子、体操のお兄さんの小林義久、身体表現コーナーのパントのお姉さんの上原理沙が、いつものスタジオを飛び出して、様々な場所に冒険に出かける。歌や踊りのパートもあり、お兄さんやお姉さんと一緒に冒険を体感できる内容だ。また、番組で大人気の体操、ブンバボーンのコーナーもある。人形劇、ガラピコプーは、初めてアニメ化され、普段は、雫星で暮らす人気キャラクターのチョロミー、ムームー、ガラピコが、初めて訪れる星で繰り広げる大冒険を描く。実写、アニメ、歌、体操、踊り、ゲーム、と、内容が盛りだくさんの体験型ファミリー映画となる。配給の日活、高橋真一プロデューサーは、自分の子供が、映画館で初めて見る映画は何になるのだろう、と思った時、親子が楽しく見る映画を作りたいと思いました。と、制作の理由を説明。映画館でしか見られないスペシャルプログラムが満載で、お兄さん、お姉さんは、映画館で待ってるよ、と呼びかけている。